日本人の寿命が100歳を超える時代を見据えた番組金融経済教育人生100年時代の投資教室です第17回目の今回は地域のリスク分散と題して大和証券投資情報部柴田光博シニアストラテジストが解説します柴田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえ、さて今回のテーマは地域のリスク分散ということですが詳しくお願いしますはい、えー、今回はですね 一つの国に資産を集めるのではなく地域をを分散すす。るることとででリスクを抑えるという話です地域の分散には地政学リスクを軽減するというメリットもありますけれども、まあ、今回はですね主に為替リスクについて考えていきたいと思います、まあ、早速ですけれども為替リスクと聞くと、まあ、変動があるから怖いと考える方ですとか、まあ、日本で暮らしてますから、まあ、アメリカドルなどの外貨は必要ないとなので保有しなくていいと というふうに考える方もいらっしゃるかなと思います。ただですね。その円資産100%でこう資産を保有するということはまあ、見方を変えればですね。円高にずっと期待していると言ってるのと同じになります。うん、万が一ですね。円の価値が低下した場合、こう通貨分散をしている場合に比べてリスクが大きいと言えてしまうと思います。まあ、例えばですね。今年1ドル160円台とまあ、約37年半ぶりの円安になる場面がありました。 円安が進みますと輸入しているものの物価というのは上昇しますし、まあ、こういったことがです、ね、今後も起きないということは言い切れないと思います。で、まあ、こういったことそういう可能性もありますので、まあ、万が一に備えたリスクヘッジとしてまあ外貨資産を保有することこれは資産を守る有効な手段だと思いますから考えていいいきたいと思います、はい、外貨資産への投資は重要なポイントかもしれませんが。 外貨の相場はよくわからないという方もいらっしゃると思いますえー、そちらについて教えていただけますでしょうかはい、えー、そうですねまずはですね為替相場の基本についてまあ、簡単に説明したいなと思いますまあ、為替相場というのは異なる国のこう通貨の交換の比率というのを示してましてまあ、常に変動しているわけです でよくニュースでですね円高や円安というふうにありますけれどニュースありますけれどもこれ円がドルに対して、まあ、相対的に価値が高くなれば円高ドル安で円がドルに対して相対的に価値が低くなれば円安ドル高といった形で表現されます。でそしてですね為替レートは需給バランスで決まるというのもポイントです。 例えばです、ね、貿易などにおいて決済通貨の確保といったまあ実需ですねのほかあとは各国のです、ね、経済情勢とか地政学リスクを踏まえた投資あ短期では投機的な動きにもよってまあ為替というのは変動していくという形です。で加えましてまあ中長期の視点で見ていくとその各国の経済成長率とか財務健全性あとは金利の変化などがまあ為替の変動要素になってきます。 そして重要なのがですね、この為替レートというのは絶対評価ではなくて相対評価であるという点ですね。例えばまあ諸外国が金利を引き下げれば日本の金利が変わらなくても相対的な金利差が縮まることで円が買われるといったことが起こります。ということでまあ各国の特徴や違いを認識しておくことは通貨を選ぶ際には重要ですね。 で図表にありますようにアメリカドルというのは取引量が多くてて基軸通貨と言われてます日本円やユーロとと合わわせて世界三大通貨という,ふうに扱われていますで日本政府はですね対 GDP 比で多額の政務債務残高を抱えていますけれども、まあ、対外的に見れば対外債権国である、まあ、いわゆる海外に借金が少ないということで通貨価値は比較的安定しているというような状態ですね。 でまあ、このような特徴を踏まえて、まあ、世界三大通貨中心にです、ね、いくつかの通貨に分散させるのが、まあまあ、王道かなというふうに思います。 はい分散ということですがうまく分散させるコツはあるんでしょうかはい、えー、通貨の価格変動リスクというのはですね配分の工夫によって、まあ、一定程度はコントロールができます。そこでですねこちらの図を見ていただきたいんですけれども、うんまあ、各通貨ののののででですすね対円での為替変動とそのリスクについてて試算してみたものです先ほども申し上げましたように為替はですね相対評価ですから全てまあ対円、大、ま、変、あ、つまり円,円から見た価格変動になります。 すると、まあ、大円の価格変動リスクはですね、アメリカドルやユーロよりも新興国であるブラジルレアル。の方がまあ、大きいということがわかると思います。で、さらにですね、アメリカドルとユーロを使って、まあ、複数通貨に分散した時の効果というのを検証してみたのがこちらです。この図はですね、まあ、下に行くほど価格変動リスクが抑えられたということを示しています。 よって、まあ、これを見ますとですねアメリカドルをですとユーロをですね大体アメリカドル4ユーロ6もしくはアメリカドル3ユーロ7ぐらいで保有すると最もですね価格変動リスクを抑えることができていましてアメリカドルのみとかユーロのみで保有するよりもリスク分散効果があるということが言えると思います。でここここれれはででですね複数通貨をを持つことと価格為替の変動影響これを抑えることができるがきというのを示しているグラフになります。 通貨を分散すると価格変動リスクが抑えられることは分かりましたがリターンには変化があるんでしょうかそうですね1、まあ、つの国にですね金融資産を返帳させないことが目的ですので、まあ、資産形成を図る上では、まあ、単に通貨を保有するだけでなくてその先も大事ということですねリターンに対しては。預金で金利を含金で利を受け取るとというのも含めまししてて融商品として その通貨だけじゃなくてその先のものを保有することがまあリターンを考える上では重要になります。で,そこで,です、ねまあ、アメリカ株株ととヨーーロッパ株に分散してて投資をすするケース考えてみたいと思い思ますで次の図表を見ていただきたいんですけれども、まあ、日本のですねトピックスとアメリカの S&P500 指数でヨーロッパのストックスヨーロッパ600指数これを円建てにした時の価格推移を示したものです。 でこれを見ますと同じ外国株式でもですね値動きに違いがあるというのが分かると思います。まあ、経済環境ですとか地政学リスクによっそこでですね分散投資をする効果をもう少し詳しく計算してみたのが次の図になるということで少し分かりにくいかもしれないですけれども左のグラフはですね縦軸がリターンで横軸がリスクの大きさというのを示しています。で A がアメリカ株100%で保有した場合。 B がヨーロッパ株100%で保有した場合ですでそしてアメリカ株とヨーロッパ株を半分ずつ保有したケースというのが、まあ、大体 C になるんですけれどもこの3つ比較していきますと C のプロットされている場所というのは A と B を結んだ直線よりもリスクが小さくてリターンが大きい方向へ点がずれているというのが分かると思います。これはですね アメリカ株とヨーロッパ株を両方持つと、どちらか片方しか持っていないケースよりもリスクとリターンのバランスが改善してますよということを意味しています。アメリカはですね。外国株式の投資先として有望なんですけれども、こうアメリカだけでなくて、ヨーロッパのなどのまあ他の地域の株式。これを併せ持つことで姿勢学リスクですとか、経済環境の変化などのリスクを軽減することができるんだろうと考えています。 卵はですね、一つの籠に盛るなという投資の格言あると思いますけれどもこれはですね、地域の分散に関しても同じことが言えましてで資産形成を図る上で考慮すべきポイントの一つと言えると思っていますはい、ありがとうございます柴田さんここまでありがとうございました、はい、ありがとうございましたこの時間は地域のリスク分散と題してお伝えしました以上金融経済教育人生100年時代の投資教室でした